トベファン出読。コンサート前に絶対にやるべき衝撃的な秘策とは滝沢秀明さんが設立した会社トベのコンサート、トゥーヒーローズトベファーストスーパーライブが初開催されます。2024年3月14日、木曜日、チルダ3月17日、日曜日にかけて、計4公演、東京ドームでの開催となっていますね。 所属アーティストのファンクラブ会員を対象としたチケット申し込みが2024年1月19日より開始となりました。皆さん、こんにちは。このことについて話すのは時期尚早だと言われるかもしれませんが、準備はしておいた方が良いです。主観的になってはいけないので、ドームでのショーに来る際の注意事項をいくつか紹介します。しっかり準備しないと忙しくなりそうです。勝った気がする。勝てるといいですね。 1>, 1点、財務計画。イベントではグッズの購入が発生する場合がございますので、十分な現金をご用意ください。これが一番大事。アイドルと付き合うにはお金が必要な十分な鍵だから、コンサートのスポンサーになるための副収入として、アルバイトや副業を検討してください。幼い頃は両親の家事を手伝い、従順で勉強も頑張っていましたが、 両人はとてもおおらかな人だったので子供を勘やかし入場券などの必需品を買うのに十分なお金をくれました。2位、休んで睡眠の準備をします。エネルギーレベルを維持するためにドームでのコンサートの前日は必ず十分な睡眠をとってください。コンサート中に疲れて気を失ってしまう人も多くいますが、これは危険であり、労力の無駄です。睡眠の質を高めるために、 リラックスできるお風呂やストレッチなどのアクティビティを検討してください。近場では積極的に運動して健康増進していきます。3. スマートフォンの利用可能性。特に遠くから来る人にとって、ナビゲーション用の地図や交通アプリなどの必須アプリがあります。ドームエリアは電波状況が悪く、待ち時間が長い場合がありますので、携帯用充電器をご持参ください。カメラをお持ちの方はご持参ください。 カメラの解像度が高いので、アイドルの瞬間を捉えることができれば幸いです。4. グッズと DIY アイテム。コンサート関連の DIY アイテムを用意したり、公式グッズを購入したりして、コンサート体験をさらに充実させましょう。友人と私は平野信用、神宮寺雄太、岸雄太を内輪にプリントしました。暑い時に扇風機を使うと、中の空気は確実に蒸れます。 ファンが現れた時にそのファンを育てることもできます。信じてください。そうすればあなたは目立つでしょう。5点、身体的及び精神的な準備。前回のコンサートの振り付けと曲に慣れてください。グループの曲とメンバーそれぞれの曲を覚えた方がいいです。上手に歌えるのがすごいです。歌いながら泣いてしまいそうです。6、ホテルの予約。遠方にお住まいの方は。 電車は駅で止まる可能性が高いので危険を犯して乗らずに親戚の家に泊まるべきだと思います。それがリスクとコストを軽減する最善の方法です。知り合いがいないなら覚えておいた方がいいよ。東京ドーム周辺のホテルはすぐに満室になる傾向があるため、特に遠方からお越しの場合は、事前にホテルを予約しておくと安全です。 ドーム周辺のビジネスホテルはイベント時などに高額な料金を請求される場合がありますのでご注意ください。最後に、早めに到着して落ち着いて、渋滞を避けて、面白い体験をして、忘れられない思い出ができることを願っています。